はい、ゆきこです。ということでね、12時間でしたかね、フライト。あの、ロイヤルダッチエアラインっていうと KLM。で、ちょっと覚えにくい名前なんですけどね、そこでですね、あの、12時間のフライトで、やっと香港に着きましたよ。味の良品、味、一番、あ、美味しそうだな。やっぱりね、あの、私たち普段アメリカでアジアの料理を食べてるんでね、こういう本場で食べられるって本当にありがたいことですよ。こういうね、あの、香港に詳しい人だったらね、あの、よくわかると思います。で、これからバスに乗って1時間ホテルのあるところ、あの、あの、9つの立つって書いて、クーロン、日本語読みと普通語読みと広東語読みで違うんですかね。あの、香港で広東語で、あの、北京語普通語ハン語で言うとシャンガンっていうことになってますね。で、なぜ私知ってるかっていうと、私大学生の時は中国語が第二外国語だったんですよ。まあ、あんまり、あの、勉強できなかったんですけどもね。まあ、やっぱりもう、あの、英語だってまだまだそんなできないのに、あの、第二外国語までなかなか、2階建てのバスが見えてきました。ああ、2階建てのバス乗りたいな。はい、香港国際空港、なんかこの煙突みたいなやつが特徴的なんですかね。2階建てのバスですよ。で、遠くにはなんかこうオクション、東京で ホテルまで1時間だそうです。シート席とかがある。なんかやっぱり高い山と、なんかこう霧みたいなのがありますね。日傘。香港に来るの13年ぶりですよ。すごい高層ビルとか建つんですかね。あ、やっぱり南国ですもんね。香港って、あの、台湾よりももっと南ですもんね。あの、香港で使われている、あの、漢字、あの、ハヒフヘホの反対字ってことで、あの、画数が多いってことですね。その、ま、台湾の中国語も画数が多いですよね。あの、私が無理して取った44時間の、あの、リーガル通訳のクラスで、あの、香港出身のすごい頭のいい人がいましたね。ご両親が北京出身だから、まあ、北京語、普通語も分かるって、そう言ってましたね。で、その、画数が多い方の中国語は、まあ、その、元はといえば、あの、まあ、上流の人が使ってたってふうに、そうにおっしゃってましたね、その方はね。で、画数の少ない方の中国語は、まあ、あの、まあ、少しでも大勢の人に、まあ、一般庶民の人も分かるように、あの、まあ、そうやって広まっていったって言ってましたね。で、耳で聞いた感じだと、いわゆる、あの、画数の少ない方の漢字の方が、なんかこう、ラフっていうとちょっと、ラフって英語で言うラフっていうと、
乱暴なっていう意味なんですかね。でそれでそのまあ奥義さん、奥義さんって言っちゃおかしいかな、あのまあかつての上流の人たちが使っていたその画数の多い方の中国語はちょっとあの滑らかで穏やかな感じがするってことを、まああの隣に座ってたあの私のクラスメートがそうおっしゃってましたね。香港出身の人でしたけどもね、あの今年の夏本当に香港に行くのとかって聞かれてしまいました。まあだけど旗が見えた、はい、まあその97年にはもうそのユニオンジャックがもうなくなったってことですかね。やっぱりなんか水の都って感じしますね、はい。サムネイルを作ってる間に随分静かなところに来てしまいましたね。だからあの香港って島があれ200いくつって言ったかな、ですごいたくさんあるけれども、やなあのなんか随分広々とした感じしますね。あのなんかあこうやって人がいないような自然なところも多いって感じしますね。あの台湾に旅行に行った時はなんかこういう静かなところとかあんまりなかったような気がするんですけどね。まあ、あの香港でね、まあ、どれだけ美味しいものが食べれるか楽しみにしております。セントジョセフって書いてありますね。セントジョセフって言うからにはどうなんでしょう、旧教なのかな。あ、アングロ、あ、アングロってことはアングロサクソンのプロテスタントですかね。ちょっと私はキリスト教に詳しくないんで。聖公会ってチャーチオブイングランドですもんね。これ香港のアンビュランス、あの救急車ですね。あのギリシャ神話に出てくる誰だっけな、アスクレピオスの
杖ってロッド ROD、 それが映ってましたね。なんか黄色と青ってなんかまるでスウェーデンの国旗のようでしたね。あ、なんか向こうに、あ、ちょっとこっからだと見づらいけど、なんか伝統的な建物とかもある。